友部知識認定コーチの西村です。本日は一緒にゴール探しましょうじゃなくて、あなたが探してくださいっていう話です。コーチングでですね、なんか時々コーチの仕事って一緒にゴールを探しましょうっていう話だということを言ってるんですけど、私ちょっと違うと思うんだなっていうのは、ゴールって皆さんが探すんですよ。ワンツーですから皆さんが探さなきゃどうするんですか。コーチは考えるときに、あ、そうなんだみたいな感じで他者視線としてサポートをしたり、それって本当にゴールなのみたいな感じで聞いてて気づいたことは申し上げますよ。で、それが重要ですよ。皆さんがしたいってことを探すんだから、皆さんが探すもんだって、コーチが一緒に探してどうすんのみたいな感じしますよ。私のコーチングの経験上申し上げましょう。私、友達博士に考えてきてねって言われて、こういう風に考えてきたらっていう風にアドバイスはされましたけど、大変なんですよ。1ヶ月後にじゃあ結果聞かせてねって言われるんですけど、どうしようみたいな感じですげえ必死。でもそれが本当の本来のコーチングだと思うんですよ。コーチがあなたの欲望に介入してどうするんですかというお話でした。ということで、皆さんもゴール設定するときには、って一生懸命自分のワンツーって何なんだろうって考えるのが本来です。ということで、皆さんきっと今まで生きてきた人生で自分が何したいかとかって自己責任で全く考えたことないと思うんですよ。だって会社が決めてくれるとか、だって社会がこう言うしとか、だって親がそう望んでるしとかっていう風に全然考えてきてないっていうのがほとんどだと思うんです。だから自分の人生は自分で決めて、でそれで楽しむっていう姿勢が人生の充実感を決めるって思っていただいて、ぜひ自分が何したいのかっていうのは時間をとって必死に考えていただければと思います。